どうもということで、今週も、観葉植物に、ね、水やりをしていきます。で、今週はね、前肥料をやってから、2週間経ったんで、また肥料をこう上げていきます。でも今日はね、いつもの肥料じゃなくて、このちょっと見えにくいですけども、この肥料を上げていきたいと思います。ご近所さんからいただいた強烈な肥料らしいんで、これはしっかりとまた育っていくかなと。じゃあちょっとだけ。あまりたくさんやると、逆に枯れてしまうということで、それなりにちょっとずつやるという、かなりこう強い肥料みたいですね。ということで、来週枯れてたらちょっと肥料やりすぎやと思ってください。そしてまたこれが下からね、こう水が出てくる状態になったら、こうだいぶ、お、今出てきてます。わかりますかね、映ってるでしょうか。下からこう水がこう出てきている、この形をこう取っていくと。でこの形でずっとちょっとしばらくね、こうやって水を上げていくということですね。このやり方がやっぱり育つんかなと思ったりします。冬はね、完全にこう葉っぱがなくなっていって、ほんまに、葉っぱ一つ二つぐらいまで減るんですね。こんだけある、葉っぱですけども、減ると。でこの葉っぱのこうなってる感じはですね、一昨年よりも去年の方が良くなって、去年よりも今年の方がまたこう、立派に育っていってるっていう形がこうあります。こんだけね、こう大きくなっていくと、こうやっぱ育つもんなんやなというのがね、こうはっきりとこう分かる形で、そういうのを目の前にこう分かってくるっていうのがこう、面白い一つ、面白さの一つでもあります。ちょっと、強めにこうやります。水を強めにあげます。これでも下の方がぐ下から出てきてるんで、いい感じにこう水がやれてると思います。これがね、で後でまたこれの葉っぱを上からしっかりこう撮影しますんで、見ていただいたらいいと思いますけども、前あの小さく上の方に小さくこう、できてた葉っぱがですね、もうかなり大きい状態になってると、2週間3週間でここまで育つんやなというのがこう分かると思います。見ていただいたら分かると思います。だから2週前とか3週前のね、動画を見ていただくとまたこう分かるかなというふうに思います。では一旦、観葉植物を変えます。こちら側はこちら側はね、ちょっとね、土の水はけというか、こう水の通りがちょっと悪いんですよね。だからちょっとこう少なめにちょっとずつこう上げていって、ほんでこう、これ見えないですけど、ちょっとずつ上げていって、でこう下から出てくるのを待つと、下から水が出てくるのを待つ形ですね。土が硬いんですかね、土が硬いというところで、こう観葉植物をこう朝観葉植物に水やりをすると、今日はまあ休日なんやなっていうのが自分の中でこう分かります、1週間のこう流れというかね、時間のこう立ち方の速さっていうのはすごく感じますね。こう一日一日こうやることがこう、まあ、盛りだくさんというかね、こうたくさんあるんで、それをやっていってる間に朝からこう、まあ、まあ全力でこうやっていって、気づいたら夜になってて、でそれをこう繰り返して、毎日いろいろこう違うんですけども、繰り返していって気づいたらもう休日の朝、観葉植物に水やりをしていると、こういう感じになっている。でお盆もね、何も関係ないんでね、お盆休みなくこう、仕事はさせていただくと、まあ、観葉植物には関係ない話ですけども、だから、来週もだから木曜日にあげると、それまでこう来週木曜日はもうお盆が過ぎている形かなになるんですけども、ということですね。下から一応これ見えにくいですけど、水は出てきてるんですね。水が出てきてるんで、いい感じではあります。ではちょっとね、そしたら、この辺で、
動画のアングルをちょっと変えていきます。2回目の、2ターン目の水やりをこうしていこうかなというふうに思います。じゃあ、止めます。では、2ターン目の水やりをこう上げています。結構な、こう、水の量、勢いがある。ちょっと緩めますね。これぐらいじゃないと上から溢れ出る形になるんで、こうやってこう水をこれぐらいの量で上げていって、それで下からこう流れている。画面上わかりにくいかな。こうやって流れていってるんですね、下からね。上は溢れてない。上は溢れてなくて、こういう風に水がこう、ずーっとこういう風に流れていってるという形ですね。この辺がね。そして葉っぱなんですけども、先ほど言ってた、あのこう小さかった葉っぱがこれぐらい大きくなってるんですね。ここまでもうだから、もうこう立派に大人になってるじゃないですけども、あの子供のようなこう葉っぱやったのがもう完全にこう、大人のようになっているということで、非常にこうで一番大きい葉っぱはこれですかね。この葉っぱは一番大きいですね。ここまで育つということで、で下の方もね、こう下の方は下の方でこうやってこう、枝分かれというかね、まあこうやって葉っぱが生えているという形ですね。なかなかどうでしょう、いい感じで。ほんで、この、これがね、木のようになっている。木のような感じにこうなっているという形になっています。うん。うん、ということで、こんな感じですね。今週も肥料。ほんで、今日は強烈な肥料をちょっとあげましたけども、次回からまあ、強肥料を買っといてですね、普通の肥料というか、それなりにこう、合ってる肥料というか、だから強すぎるとね、ちょっと量がまた難しかったりするんで、しっかりとした肥料、しっかりとしてから、まあ、以前のような肥料をこう、準備したいなというふうにこう考えております。で、こっちのね、観葉植物もこれ、これ、艶があるというかね、こんだけ葉っぱに艶がある、綺麗なこう観葉植物、横にもぐっと広がってる感じですね。ということで、今週はこんな感じで、水やりを終わりたいと思います。以上です。